広島赤十字、原爆病院は広島県広島市中区に所在する医療機関である。日本赤十字社が運営する病院である。原爆に被災し、被爆後の医療拠点の一つとなったという歴史的経緯から原爆医療部門を持ち、原爆症治療に対してのノウハウを多く持っている。原爆病院と称されてはいるが、一般病棟も併設されており、 原爆症以外の疾病も診察、治療を行っている。九百四十五年八月六日の原爆被災に、再死、広島赤十字病院は、爆心地より約一六キロメートルに位置し、RC 構造三階建ての病棟は外角を残して、大破したが、類症は、免れることができた。病院が保管していた、レントゲンフィルムが被爆によりすべて観光していた、ことなどから、 原子爆弾の使用が立証された。赤十字病院では直後から病院に押し寄せてきた被爆者への治療が開始された。爆心地に近い広島第一、第二陸軍病院本院や県立病院が壊滅していたこともあって、かろうじて診療機能を保っていた広島低診病院とともに市街中心部における医療拠点の一つとなった。爆風によりねじ曲がった窓枠や、 窓ガラスの破片が突き刺さった壁は、被爆当時の状態を示すものとして、第二次世界大戦後も長く、現場に保存されていた。しかし1993年の病院改築にあたり、旧建物が取り壊されることになったため、広島市の被爆建物保存事業の第一号として、当該部分の実が切り取られ病院前、交差点近くの歩道に移設された。二千十三年、 病院の改築に伴い、道路を挟み140メートル先に設けられたメモリアルパークに再移設された。ありがとうございます。